あ、こんにちは。今日は何を？今日はですね、花が咲いた後にこうピエラルディの高みが出てきたんで、それを植えてみたいと思います。はい、こういう形で綺麗に高みがちょうど伸びてきたんで、まあ、それをですね、今回は、ベラボンに、ヤシの実を砕いてベラボンに植えるやり方をやってみたいと思います。いつもはですね、こう苔玉に直接こう3株4株を植える方法でやってきたんですけども、今回はあのポット苗を作ってみようということで、ポット苗に植えてみます。今はですね、ピエラルディの名前もですね、アフィラムという形に、移行しているというふうになってるんですね。アフィラム、ピエラルディもアフィラムも同じなんで、はい、そこら辺は今ちょうど変わり目なんで、はい、そこをちょっとお伝えしておきますね。でこういう形で綺麗に今苗が出てきてるんですよね。でこれを今回はバルブから外します。外してこういう苗を取りますね。手で綺麗に潜っていうような形ですね。下手すると茎が折れてしまうんで、まあ、ある程度慎重にこう揉んでくださいね。バルブから揉ぐっていう表現がいいのかな。はい、でこっちまだ小さいんで、これはまだ残しておきます。これはまだもうちょっと大きくなるまで割ってから植え替えしますね。あ、これも大丈夫。先端の小さいのとかは残しておきますね。これもですね、花が少なかった分高めになってしまったやつですね。まあでも結構いっぱい花ができたんで、まあこれはこれで、まあ、咲かなかったけど、まあできたからいいやっていう感じですね。で来年の枝も 1,2,3,4,5,6 本ぐらい出てるんで、これはこれで良しとしましょう。はい、ちょっと大きい苗を揉いでいきます。硬質の黒いポットですね、 7.5 センチのやつですね。これに植えていきます。まあ、これも先と同じようにベラボンを中に敷きます。敷いてからこれはですね、3本まとめます。3本をまとめて、これも端っこに寄せます。はい、でこれもちょっときつめに押さえていきます。こんな感じですね。バークをだいたい半分ぐらい敷き詰めて押さえます。押さえて苗を
大体同じぐらいの苗をちょっと端っこに寄せて押さえ込んでいきます。ちょっと固めがポイントですね。固めに押さえていきます。ちゃんとウォータースペースは残るように、こう山盛りにはしないことですね。はい、こんな感じです。まあ将来こう苗が出来上がって、これは流木漬けとか板漬けとかそういうふうにするためにもちょっと端っこに寄せています。宮崎で長友さんという方がピラリディを作ったられる方がおられてですね、むちゃくちゃ大株で育てられている方がいるんですよね。その方 の写真を見たんですけど、まあ異常なほどにこう綺麗に株ができているんで、まあそういったのもですね、まあ、年数かけて作っておられると思うんですけど、私もですね、まあ、ちょっとあんな大株を作ってみようかということで、今年ちょっと大株作りのやつもあるんで、まあ、それもですね、綺麗に今芽が出てきてるんで、将来的に大きくなったところは皆さんにお見せできるような形にぜひしたいなと思っています。まあ、そのためにも今ちょっと苗をしっかり作っておいてですね、来年再来年のために苗作りという形で今苗を作っています。なかなか今これを作っている生産者がいなくてですね、苗を欲しいでもなかなか今手に入らないようになってますよね。まあ、これの難点が長くなって花が咲くということで移動が難しいっていうのもあるんですよね。今私苔玉を主にやってたんですけど、この作り方としては苔玉じゃなくて、今その大株にするために今ポット作りっていうのもやっていますんで、スリット鉢に植えたりですね、まあ、そこへんも今ちょっと精力的にこう新しい商品作りということで今試験しているところがあるので、まあ、ぜひ大株作りを皆さんにお見せしたいなと思っています。はい、これでできました。ピエラルディ、アフィラムの苗作りですね。高めを基本的に3本ずつ植えて、苗を作っています。うまくいけばこれにですね、もうちょっと伸びて花がつく場合も、来年つく場合もありますけど、仕上がりは来年再来年の春にちょっと大株になって花をつけてくれるという状態だと思います。これからまだちょっと伸びるんで、それに花がつく場合もありますけど、来春ですね、まあ、それが止まって来春出た芽がどんどん大きくなって、大株になって花が咲くっていうのが一応製品の仕上がりになりますんで、まあ2年かかりますけど、これを作っておかないともう2年後がないということで、ピエラディの高めの苗作りを今日は皆さんにお伝えしました。はい、こうやって高めがちゃんとできた、きれいにできたらですね、こうやって植えておくと、まあ、時間かかるけどきれいな苗ができますので、たっぷり水をあげることですね。本当に最初は水が吸わないんで、時間をかけて、2、3回水をやるのが一番基本です。と雨の日はもう外に出しておくと、そしたら、ね、しっかり水が染みますんで、もうしておくと、根付きも早くて綺麗に育ってくれると思いますんで、ぜひ高めができた方、まあ、ベラボンの入手がですね、なかなか難しい場合もあるとは思うんですけど、ホームセンターさんに頼んでおくと取ってくれるかなと思います。今ある程度流通してきたんで、ベラボン、アク抜きベラボンですね、アクが抜いてないとちょっときついんで、アク抜きベラボンということで探してみてください。はい、
高めが出てきたらですね、せっかくですから苗作りも挑戦してみてください。簡単にできますんで、水苔でももうダメじゃないんで、もうベラボンが揃わなかったら水苔でも全然平気ですから、まあ、高めは今のうち早めに、根が出たらですね、早めにこう植え替えしてやるといいかなと思います。はい、それでは水やりをやっていきますね。これなかなか吸わないんで、たっぷりやっていきます。今回はこのサワースタイルでやります。こうするとあんまりこう土が跳ねずにしっかりやれるんですよね。こういうシャワースタイルで、これで一回やって一回やっただけじゃなかなか軽いんですよね。まだ吸ってない状態なんで、これをまた10分ぐらいか15分ぐらい置いてからまたやるんですよ。そうすると中にじわっと染み出していくんですよね。染み込んでいくんですよね。でまた10分ぐらい経ったところでしっかりめにやります。もう明日ここで雨が降りそうなんで、宮崎ではもう雨が降りそうな時はもう外に出します。で雨に当てます。そしたらしっかり湿ってきますんで、これで明日もう一回やってやるといいですね。時間差でやってまた明日しっかりやってやるといいです。最初が染みないんですよ、このベラボンはですね。ですからしっかりめにやってまた時間を置いてやるって、まあ1日後にもう一回やってもいいですね。はい、それぐらいたっぷりやっていいです。はい、こんな感じでたっぷりめにあげます。今回はですね、このハス口を使うことによって、滑らかに水が出るんですよね。ですから土の張り、まあ、ベラボンの跳ね返りもないし、スムースに吸ってくれるんですよ。ですから、まあ、できれば慎重に やりたいときにはこういったハス口を使ってきれいにこう分散してこう水が出るとやりやすいですね。土の葉が跳ねたり、そういうのがないんで、これは優しいタイプですね。あんまり穴が少ないやつはちょっと出る水の量も多かったりする場合があるんで、結構たくさん穴が開いているようなやつがいいかなと思います。はい、こんな感じでしっかりめに水やってくださいね。あ、これでもまだちょっとまだ軽いんで、本当だったらまあこうやって長くやるよりは時間差で置いてやった方がいいと思います。はい、まあでも最初はしっかりやることが大事ということですね。もう雨の日はもう外に出しとく。でも急に火がガンガン照ってきたりすることもあるんで、まあ、その時には葉が焼けることもあるから気をつけてください。はい、植え立ては水やりをしっかりやることが重要になってきますので、まあ、そこら辺はしっかりと水をあげてください。はい、というところで終了したいと思います。ありがとうございました。